そう、あなたなのですね。あなたがナナの記憶の収穫者、あなたが私のマナの剣士。おい！見つけたぞ！やれやれ。どっちだっけ？頑張ってみよう。やったな。行くぞ。はっやっと。はっやっ。はっやっと。はっ。うん。おしまい。ありがとう。オーケー。聞こえますか？
強そう。木は熟しました。あなたの物語を始めましょう。ようやく目覚めたのですね。私はあなたのすぐ目の前にいます。私はマナの木、マナの女神。
こういう姿の方がお話ししやすいでしょうか。こんにちは。よかった。こうやって人のことをお話しするのはいつぶりのことでしょうか。けれど喜んでばかりもいられませんね。目覚めたばかりであなたはきっと戸惑っているでしょうから。ここはマナの聖域、あらゆる命の世界の源であるマナ、この世界に残された最後の地です。かつてはマナで満ち溢れていたこの世界は滅び失われてしまいました。そしてマナの木も日に日に力を失いつつあります。今の私にできるのはマナの木を通じて世界の記憶をたどることだけ。そう遠くない未来、この世界は完全に消滅してしまうことでしょう。ですがこの世界を取り戻す方法がたった一つだけあります。それがあなたなのです。ありがとう。あなたならきっとそう言ってくれると分かっていましたよ。マナの木をよみがえらせ、この世界を救うため聖剣を探し出してください。あなたは私の最後の希望なのです。あなたの前に姿を現せる時間もあまり長くはないようですね。私の力を込めた人形をあなたに託します。その人形がきっとあなたを導くでしょう。ですね。つまり、どうです？フォーム。マフ。
です。頼んだからな。さあ、行こうか。頑張るぞ。やっと。はい。やっと。はい。
行くよ。と、それ。あ、それ。剣の騎士、ナフル。ただいま。しかしですね。マフ。私、待っておりました。
毎度どうも。商品はそこ。しかしですね。